さあ10月最後の金曜日となりました。ツエゲンナウはまだまだ続きます。どうも大平正彦です。さあそして辻尾さん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてタッツ、はい、よろしくお願いします。もう自己紹介させへんパターンっていうやつね、はい、行きましょう。今日ちょっと天の声さんの仕事1個取っていいですか、うん、はいはいはい、番組始まる前にもいきなりですか。おースーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。いや素晴らしい、セニョールさん、皆様2022シーズン本当にお疲れ様でした、うん、これからもよろしくお願いします、うん、もう言われんでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう今日はあれです皆さん、はい、催促するバンバンちょうだい、はいはい、ね、そうですね、スパチャ終わりましたからね、はい、いやー、はい、でもどうですかね、終わった23日の日ですか、終わりましたけども、はい、なんかこうあーもう終わったんだなっていうそんな気持ちになりました。そうですね、ただまあ我々まだ今からまだまだね仕事がまだあるんで、はい、まあ、まだまだ忙しいですけど、はいはいはい、そして当日ちょっと来れなかったけど、はい、寂しくなかった。寂しかったですね。ね、はい、なんかもう SNS でたくさん見たんですよ、うんうんうん、皆さんのねあの、はいはい、画像とか意見とかもう悲しくなって、うん、いやもうねこの、うん、あーもうかわいそう、あのヒロ君のあの漫談が聞けなかった。漫談違うもうあの素晴らしい、うん、あの最後のセレモニーのスピーチを生で聞けなかったっていうのは、もう2022シーズンの一番のちょっとお点やな。本当ですか。ですよね、はい、まあ、後ほどねゆっくりまた見ますけどもね、いや、はい、でも今日それ言っときます、はい、ヒロ君のセレモニーの模様をここで流します、はい、通常は星野 P がバッツンバッツン切りますけど、はい、今日はちょっとずつ切ったから、はい、そうですね、そうですよね、ちょっとずつ切ったから、はい、だからサザエさんの1話より長いです。そうかもしれないですね。サザエさんの1話よりは3話じゃないですよ、はい、1話よりは長い、うん、これ嬉しないですか。嬉しいです。皆さん見たいですもんね。見たいですよね。見たいです。いやー、はい、まあでもあのその当日ですけども振り返らせてもらうと、うん、あの雨と雷ってどうなんねやという、うん、ね、始まる前ちょっとびっくりしましたよね。最初はね、らしいですね、あの辻尾さんとのツエスタの時はめっちゃいい天気で、はい、半袖で、うん、この時期に半袖ってクソ暑いですねって喋った数分後に、うん、はい、ゴロ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 ズワー、そうなんですか、サブってなって一気に変わりましたもんね。これ選手たち最後どうなんやろうと思ったけども、うん、はい、まあ、なんとか試合が始まる頃にはちょっとずつ収まってきてくれて、はい、あれね、涙雨、はい、そういうことですね。僕から思ったら試合前に、うん、虫飛んでるやん、ここと、ね、ずっと気になってた、ね、涙雨、号泣の雨やって、あれね、ヒロ君に対する、はい、なるほど、ほんでやっぱ試合が始まるぐらいに、はい、なんでここ虫を飛んでるの、ね、なんかさっきからちっちゃいものが、ね、まあでもね、はい、選手の皆さん、はい、ちょっとモアイさんは見てるかも分かりませんけども、はい、選手の皆さんまず本当にお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。そしてスタッフ監督も本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。もういい時も悪い時も我々も仲間ですから、はい、ね、もうそれも踏まえて、はい、今年は一丸で戦えたんじゃないかなと、はい、そうですね、はい、結果14位という数字は、はい、皆さん思い思いの中ではね、悪かったとか、はい、よかったとかってあると思います、はい、ただ監督が、うん、来シーズンやりますっていう、はい、変わりますよ、出ましたもん、ね、変わり大阪弁で言うてなかった。そんなんじゃなかったっ。やりますよ、変わりますよ言うてなかったんですけど、でもそれぐらい強い言葉を言うてくれたじゃないですか。はい、そうですね。これ頼もしいですよ。いや期待しちゃいますよ、ね。だって辻尾さんの終盤戦のあの勢いが、うん、はい、まあ、再びちょっと来シーズンの序盤戦から来ると、はい、これちょっと、はい、やばいことになりそうな。楽しみですし、それにまた変わるってことは、うん、さらに色をつけてパワーアップさせるってことですからね。はい、まあ選手はちょっとずつ変わってくるとは思いますけども、はい、もちろん、はい、そうですね、もうヤンツーさんの、はい、あのグッとしたこうまとめ方とグイッという引っ張り方、はい、これがあれば、はい、あとは選手内のヒロ君のような、はい、あのキャプテン心のある選手が誰が出てくるのか、はい、そうですね、ね、はい、白井君、まあね、白井選手も杉浦選手もいますし、そうですよね、残ってくれればいいですけどね。これはちょっと楽しみだと思いますんで、はい、まあ、皆さんも思い思いね、今年シーズン振り返ってみて、はい、ぜひともチャットの方でね、伝えていただきたいと思います、うん、さあそのチャット紹介していただく、さあ今日の天の声さんはどなたでしょうか。天の声さん、どっち、はい、天の声です。でもう一人の方がちょっとこうやって声出しそうになってたけど、
はい、今日はレディースですね、はい、レディース2人、昨日か一昨日のヤフーニュースにあかねちゃん上がってたよね、あ、見た見た、トップで来てたよね、あれね、あれこの間の放送のやつでしょ、そうです、あれ自分で見てどう思いました、ヤフーニュースですよ、恥ずかしすぎてあれ恥ずかしすぎた、はい、あれだってヤフーニュースっていうことは全国みんなでしょ、みんな見てる可能性ありますからね、だからあのご両親も見てるわけでしょ、反応あったんちゃいます、いや大学時代お世話になった人とかからもご連絡いただいたり、まあ、だってこっちのテレビだからそのテレビ自体は向こうの方はその、ね、はい、見ることはできなかったわけだけど、はい、ヤフーニュースのおかげで全国区になっちゃったっていうから、はい、俺抜かれた、ね、すごい俺だってもう出たことあるでしょ絶対、ヤフーニュース、ヤフーニュースこれで出たぐらいですよ、あ、これ出ましたよね、ヤフーニュース、あ、ありました、はいはい、これだけですよ、僕言うときますけど石川県だけですからね、もう北陸ですから、あ、そうですね、もう抜かれてますか、はい、全国です、全国で違います、全国じゃないですか、いやいや僕は違いますけど入れ替わるか席ちょっといやいやいや、あ、そうですか、恥ずかしかった、はい、羨ましかったな、うん、ありがたいですね、でもすごい、はい、まあ、でもありがたい、まあ、だからもうね、もうあかねちゃんって言ってしまったけど、はい、のその活躍というか活動が、はい、こうまた制限というものをこう全国にも広めてくれるわけですから、さあそしてちょっとチャットルーム動きがありましたか、はい、スパチャいただいております、うん、はい、KM さん、はい、今年になって初めて杖源金沢さんを応援させていただいて、うん、推しのチームがあるって毎週楽しいっていう感覚を味わえて最高でした、うんうん、来年もホームゲームは観戦に行かせていただきますとコメントいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あの KM さんはあのアクロス高松で、はい、どうも KM ですっていうね、はい、ちょっと挨拶していただいて、はい、あ、この方がみたいな、はい、あのラジオネームと同じで、はい、ちょっと楽しいんですよ ね、 そうですよね、このなんか名前をチャット名とかも言われるのがね、はいはい、ぜひともよろしくお願いします、またね、お願いします、さあそれではまずは最終節、はい、得点は入りませんでしたけども、はい、これちょっと振り返りを、はい、ちょっと栃木戦皆さんご覧ください、はい、さあハイライト映像ですね、低いこれ、今ね、星野 P がね、あの虫と戦ってますよ、まだ、取ってる、あ、これ惜しかったですよね、惜しかったです、ナイスキーパーですよね、これ、なんとか書き出しました、栃木、これでもね、見てて思ったんですけど、はいはい、スタイルの似たチームですよね、そうですね、栃木も守備が硬かったですね、だから多いし、この辺の簡単はね、やっぱ素晴らしいですよね、最後のところね、スムーズですね、これあの、この間の得点のちょっと匂わせてまして、そうですね、はい、もう一度、いきやす、松田のクロス、低いボールは転がったところを左足、あ、惜しい、惜しい、のシュートを藤田がチリとキャッチ、このボランチで、はい、この試合に木安選手すごく良くなかった、良かったですね、杉浦が回収して、ね、木安選手もダブルボランチ、林のシュート、これもシュート、ロナージュニアみたいなシュートです、あ、本当ですよね、シーズン序盤の栃木戦でも超ロングシュートがありましたが、さあ左側上がっていく長峰、長峰、ね、ここちょっとあのねコントロールが ね、 そうですね、23シーズンも、はい、狙いはいいですよね、狙いはいいですね、さあ出た、ここなんかもトラップもいい、庭から、うん、惜しい、最後豊田には合いません、あたりも狙い通りの攻撃ですね、これ最後ね、これが憎い、来ました、来た来た、このね孫選手のダッシュもね、もうこれもねいいですよね、いいですね、少しでも出てほしいというね、大きな拍手に背中を押されて、そしてキャプテンマークを今白井から託されました、この白井選手のね、これ何しに走ってきてるのかなと思ったんですよ、はい、そういうことだったんだなと、一旦下げます、長峰、長峰から、これ惜しかったな、これシュート、これも惜しかった、枠を平松左足、まだでここでですね、そしてここで長峰、試合終了、第42節杖源金沢対栃木 SC 0-0ドローに終わりました、途中出場の広井と庄司ダッチリと抱き合って、そして杉浦、
お互いにゴールを割ることはできませんでしたが、持ち得る限りの力を存分に発揮しました両チーム。終わってみれば0対0スコアレスドロー。いやー、はい、今見てもちょっと目頭熱くなってしまいますけど、そうですね、思い出してしまいます。この試合ってね、僕ね、注目するところはもちろん広い選手の部分っていうのはね、はい、大きかったんですけども、うん、今度のワールドカップにも選ばれてる山下出身っていう女性初の、ね、はい、J リーグの審判ってすごくちょっと気になってて、はい、でこれ絶対タッツ見てほしいなっていう、ね、まあ、また後からもね見ることはできますけど、はい、どうでした、男性のゲームに女性出身がっていうの、うん、僕も知ってはいたんですけど、はい、いやめちゃくちゃ自信持って吹いていらっしゃいましたし、そうですよね、ジャッジ自体も良かったですし、かっこよかったですよね、うん、そうなんですよね、はい、まあどうしても皆さん見るところでね、はい、ああだこうだっていう気持ちは分かると思いますけども、はい、まあ、確実な合格点というところだったと思うんですよ。素晴らしいですよね、はい、だからその女性でもこういうすごく日本でもレベルの高 い、うん、いやカテゴリーの試合、もちろん J1 でも吹かれましたから、はい、この間、うん、はいはい、でもそこでも評価も高かったということで、うん、これどんどん出てきてほしい ね、 ね、女性審判員、うん、どうよ、出ておいでよ、はい、ね、やりたいです。だから来年とりあえず一つ上3級っていう部分をまずやって頑張って2級まではなんとか最短で行ってで1級審査って石川県男性1級いないですから、おー、それはもうチャンスですね。そうそうそう、女性で1級来る1級アイドルって1級アイドル、それ唯一無二じゃないですか。すごいですよ。ちょっと石川県にアイドルで一級審判おるでって言ったら、はい、ね、日本一ですよね、それ。これすごいことだと思うよ、はい、かっこいい、ぜひ頑張りたいですね。それ行きましょう。うわ、それまでの間にいろいろ泣くこともあると思うけどね、はい、そうですね選手にいじめられて、はい、さあということで、はい、この試合栃木戦最終節、はい、辻尾さん、はい、どうでしょう、解説いきますか。解説は今日はもうなしでいきましょう。今日はなしですか。今日はなしということですね、はい、まあでもですね、ベストゴールとか、はい、マン・オブ・ザ・マッチとか、うん、はいはい、なんかそういう風なのはちょっと、はい、そうですね、これからやっていきたいですよね。でもそれをまた VTR にまとめるとなると、うん、星野 P めっちゃ嫌がったりとかする。いや、なんかもう準備してるみたいです。してるのか、着々、はい、と進めてるみたいなんで、なんか思ってるだけ、今からでもこれ見てる人、うん、今もうね250人近くの方が見てるんですけど、はい、今全員うん頑張ってって思ってると思うんですよ。ね、モンスタープレゼントするからドリンクモンスター。寝ないように。いやでもね、どうしてもそのシーズンのスタートらへんのゲームっていうのは、うん、はい、記憶からちょっと薄れていくところってあるじゃないですか。あ、そうですね、それを1年を通してちょっと振り返りで、はい、確かにもう一回振り返りたい、ちょっとなんかこうスペシャルみたいなのありません？これみたいな、いいですね、見たいです、ね、なんかちょっと場所も変えたりとかして、はい、ね、通常さんの家とか、あら、お邪魔します。で、はい、なんかそういうとこちょっと考えてみますか、はい、そういうところで皆さんと一緒に、ね、できればいいかなと思いますけれども、ね、さあということでね、栃木戦の振り返りということで、はい、2022年すべて振り返ったということになります。はい、予習ありません。あります、はい、あ、そっか、予習ないんです、寂しいな、ね、ということで、うん、今日はこの企画コーナー、はい、はい、ね、ここが楽しみですね。ここを、はい、ここをがっつりと、はい、ちょっと時間をかけたいと思うんですけど、はい、その前にちょっと天の声さん呼んで、ちょっとチャットどうですかね、なんか気になるところとかがあったりするとご紹介していただきたいと思うんですよね。はい、うん、やっぱりさっきの振り返りの映像のところで、ね、キャプテンが来た時、うん、キャプテン来たっていうのと、ね、そして泣いたっていうコメントがありまして、うん、やっぱり皆さん感動的な瞬間を一緒に、ね、僕選手交代のところでアナウンスするときに、うん、はい、ちょっとごまかすのに声でかなったような気がするんですよ、ね、はい、もう詰まってましたもんね、涙が、思いがこもってましたね、うん、これで、あとセレモニーで広いキャプテンがずっとこうコメントして、うん、ご家族との抱擁があったりとかそれ見てたりすると、うん、こうもう泣けてくるんですよ、はい、そうですね、俺久しぶりにタオルハンカチこのぐらいのやつありましたけど、うん、はい、びちゃびちゃになりましたマジでこれどうしようかな。でも皆さんはね、泣いて、はい、ねーねーって感じでそのまま折れるんですけど、
僕セレモニーが終わったの、はい、さあそれでは2022シーズンそうです、ね、しっかりしないといけないやらなあかんから、はい、これ困ったんですよね、はい、途中からだから、はい、ピッチサイド見ないようにしてましたもん最後の辺は見たらもうちょ見たらやばいと思ってでもあの広井キャプテンお疲れ様でしたっていうのが、はい、もうついついもう巣に戻って広くんって言ってましたねいやでも本当にね、はい広井キャプテンお疲れ様でした本当16年間、はい金沢は8年間ということなんですけれども、はい、それでは再びじゃあここでねたっぷりと、はい、もうスタジアムに来られた方も、はい、スタジアムに来てない方はもうね、はい、もう星のカメラでしょ、はい、あ違う、違うあこれでもピッチサイドカメラありますよね、はい、一番いいところのカメラで撮っておりますんで、はい、ぜひとも、はいはい、そちらご覧くださいタオル用意して、はい、今シーズンをもちましてプロサッカー選手を引退します。今後のことはまだ決まっていませんがサッカーへの関わり方はたくさんあると思っています。いろいろな方に相談しながら次の道を決めていきたいなと思います。プレーする機会を与えてくださった清水エスパルス、東京ヴェルディ、ロアッソ熊本、そして制限金沢に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。そしてどのチームにいても僕を応援してくださったファン、サポーターの皆さん、なかなかかっこいい姿を見せることはできなかったかもしれませんが、どんな時も僕を応援してください、励ましてください、共に戦ってください、感謝しています。あなたたちがいたから僕はここまで走ってこれました。スポンサーの皆さん、僕たちがこの生活をサッカーだけに集中できる環境を持てているのは皆様の協賛と支援のおかげです。本当にありがとうございました。両親にもこれを伝えたいです。昨日から家に来ているので、まあ、今更って感じですけど、丈夫に産んでもらって僕をまっすぐ育ててくれてありがとう。子供たち、あるちゃん、なおくん、ゆうちゃん、かっこ悪い姿もたくさん見せてきたけど、君たちがいたからパパ頑張ってこれました。これからもどんな時もパパ君たちの味方だから楽しく過ごしていこうね。そして僕の妻エイちゃんに最愛の感謝を述べたいと思います。高校2年生で出会い21年の間2人で一緒に頑張ってきました。あなたにかっこいいと思われたくて僕はサッカーをしてきたような気がします。妻であり母親であり親友であり同志でもあります。これから先長い人生いろいろあると思いますが、これからもよろしくお願いします。少し
自分勝手ですが、その妻に皆さんから拍手を送っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。僕も次のステージ前向きに楽しくやっていきます。16年間本当にありがとうございました。本当に変わりました。もう話も上手くなったし、いい話をするし、もちろんサッカーも変わりました。彼はいつもチームのために、クラブのことを考えて言葉を発信し行動してくれました。頭が本当に下がります。自分をしっかり見つめ、何ができるのか何ができないのかしっかり理解し、気づき変わろうとしました。そして、変わりました。なかなか、30過ぎで変わるっていうのは難しいことで、それでもヒロは今よりも上手くなろうと、チームを強くしようと、そういう考えでやってきて成長していきました。そろそろ全員金沢も上を目指していくことに変わっていかないといけないと思う。一人一人責任、厳しさを持たせ、一試合一試合必死になって戦うことをしないと変わっていかない。来シーズン変わります。スポンサーの方々、サポーターの皆さん、そしてチーム、クラブが一つになって戦っていけば、きっと素晴らしい結果を残すことができるでしょう。1年間本当にありがとうございました。知った激励、知ったもうちょっと
っぺがしたもんよ。もう俺いないから文句言われたんです。これからも制限とともに歩んでいただき、人生を豊かにしていただけたらなと思います。8年間あっという間でした。楽しかった。ありがとうございました。いやー、はい、もうチャットもね、はい、もう動いてるよ、はい、もう立つ、はい、ちょっと泣いちゃいます。これを、まあ、この今 VTR 編集された VTR を見てこれね、はい、トータル喋ってるところだけで言うと、はい、17、8分あったらしいんですよ、はいはい、現場では、うん、これをなんとかこう普通テレビマンとしたら、はい、もう思い切ってあいバツンとこう切らなあかんとこやけど、はい、もうあの本人の P が、はい、ひろい君のところも切られへん、はい、ヤンツーさんのとこは切られへん、はい、白井君はバッサリっていう確かに面白かったっすけどね。見たかったな。面白かったっすけど、ね、いやこれ多分ね、はい、後でね背番号1番クレーム来ると思うよ確かに、まあ、でも、はい、まだね見て今後ある、はい、パターンですから、うん、それはもう言ったら、うん、今回のこのね、はい、もう主役間違いなく背番号27でした、はい、 そうですね、それに対してそこにあこういう思いだったんだっていう監督のコメントね、うんうん、はい、どうですかこの男を見て。いやすっごいあのもう、家族に対してもすごい、そう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 、そこのシーンでもグッときましたね、あと最後のサポーターさんとの一緒のシーンとかも、うんうん、あの味方が本当にヒロイさんにはたくさんいるなと思って。そうなんですよ、まあはい、今回はキャプテンやったけども、うん、僕はなんか同じ思いでやっぱ辻尾さんが、ね、はい、引退する時なんかもそう思ってたし、はい、奥さんとのやっぱりそういうふうな思いもありましたし、はい、の去年は作田選手がやっぱりそういう引退という部分もありましたし、はい、これは全て僕同じ気持ちで見てるんですけど、はい、あのね、本当にそのヒロ君は家族に対しての思いっていうのが皆さんが聞けましたよね、はい、マイクを通してこうだって聞けましたけど、はい、じゃあ奥さんはどう思ってるのかっていうの言葉では聞けなかったと思うんですけども、はい、見ました、ノート見ました、思わず見ました。あれちょっとも、うあれでまたちょっとねグッときましたね、はい、あれであの過去の杖源選手みんなコメントすごかったよね、ヨータとかもそうですし、はいはいはい、見るべきですね、山根とは選手なんかも、はい、沼田選手とかみんながあれに対して乗っかってきちゃって、そうですね、俺だから名だたる人が乗っかっちゃってるから、はい、俺乗っからんかったもん、もう俺は見るだけでした、あれはおとなしくおとなしく見て、あもうだからもうこのこっちからの思いとこっちからの思いっていうのが、はい、まさになんかこう、すごいイコールっていうんですか、なんかすごく、すごい美しいものというか、はいはい、あの核あるべきだなっていうね、そうですね、ちょっとあのこの2022シーズン感動のシーズンでした、最後、はい、まだね、あの、はい、ヒロイン選手はプロサッカー選手を引退したっていうだけで、はい、そうですね、サッカーそのものを引退するとは言っておりませんので、はい、もしかしたらどこかのチームでね、はい、まだその球を追いかけるかもしれない、かも分かりません、まだ我々は分かりませんから、はい、思いはぐっと抑えてもう見届けましょう、はい、ね、そうですよね、天の声さん、そう思いません？はい、本当にそう思います、ね、天の声さん、涙ぐんでませんか、大丈夫ですか大丈夫です、大丈夫ですか、はい、スパチャまた来たみたいね、はい、そうなんです、うん、皆さんからたくさん拍手も届いてたんですけど、スパチャもいただいております。ありがとうございます。北野天神さん、ヒロイキャプテンとご家族に敬意を表しますと、ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一つですね、うん、ちょっと先にあったんですけど、ええ、松原さんから星野 P、うん、ファイトと
おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、頑張らなきゃいけないですね、これはもうね。そうですね、これ頑張らないと、これはもうこれはね、ちょっと松原さんからのコメントがね、はい、星野 P ファイトということですから、はい、やりましょう、やりましょう、もう、はい、いろんなシーンを全部見ていただいて、はい、最初からシーズン最初から全部、はい、ね、でも皆さんが納得する VTR を、はい、それまでの間にやっぱ栄養ドリンクなんかも差し入れがあったりとか、はい、あったりとか、でもね、くれぐれもちょっと休んでくださいよ、はい、そうですね、本当に、本当にシーズン終わったんでね、シーズン終わった後、はい、もう少しの間だけで休んでいただいて、さあ、まあ、はい、我々が言えることは本当にもう広いキャプテンお疲れ様でした、はい、本当にお疲れ様でした。少しゆっくりして、うん、そしてまたね、いろんな人に会ってね、そうですね、また本当に決まってなかったら、うん、いろんなことやればいいんじゃないですか。本当にそうだと思います、これだって決めんとね、はいはい、ただ追ってくれたら嬉しいなっていうぐらい、ね、嬉しいです ね、はい、ね、もう今の17、8分の演説があれ、選挙やったら確実通ってるよ、はい、そうですね、みんな投票しますよ、ね、本当通るよね。さあ、それではじゃあ続いていっちゃいましょうか、はい、このコーナーは続きます。スウェーデンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川。今日は、今日はですね、 U15 の練習風景と2選手のインタビュー、うん、さらに U12 の選手からのコメントがあります。 U12 の選手からのコメント、うん、そうなんですよ。何を言ってるんでしょう。小学生ですよ、はい、楽しみです。楽しみやね、見ましょう。制限金沢キャプテンの瀬尾翔平です。リーグ戦では自分たちのミスで失点して負けてしまったり、もったいないミスで負けてしまったので、そういうのをなくしてオキシエンスでは1を取れる強さを持ちたいと思います。トーナメントではもう負けたら終わってしまうので、しっかり集中して全国でもいい結果を残せるように頑張りたいです。制限金沢アンダー15の田谷誠です。リーグ戦は試合も引き分けや負けだったり、もっと点差もつけるゲームも何個かあったと思うので、そこはトーナメントでは修正して全国に行きたいと思います。全国大会では夏にチームで出せなかった課題や個人の課題を全国大会までに克服できるように頑張ります。背番号10番の山本リストです。キャプテンなのでチームを引っ張っていき、自分の特徴のゲームメイクで試合を支配していきたいです。応援よろしくお願いします。背番号7番の徳永春太です。トレーニングで生かしてきたことを試合で発揮し、チームが優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。どうも、お見事。いやー、これお父さんお母さんの子育て方もいいんでしょうね。そうですね、まっすぐ来てるわ、はい、いやもちろんね、 U15 伏せたキャプテン、はい、もうコメントしっかりしてますし、はい、自分がやらなくてはいけないことっていうのももう全部感じてます、はい、ね、これは本当に頑張っていただきたい。そうですね、ね、はい、さあ、そして U12、はい、この時俺鼻垂らしとったよ本当、ね、しっかりコメントできますね、本当にね、みんなね、本当ですごいですね、楽しみですね、はい、さあ U15 はまあリーグ戦が終了して、うん、最終順位は3位という結果でした、はい、そしてですね、映像でも登場してましたけども、平選手、はいはい、なんとリーグ戦、MVP だったみたいですよ、これ。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。
ね、リーグの MVP とか、ね、そう、すごいね、1年を通してということでしょ、はい、すごいね、これはすごいよ、はいはい、そして U15 は全国大会に向けて北信越大会のトーナメントを戦います、はい、11月5日土曜日に新潟の F3FCU15 と対戦するということです。いやもうこの U15 の皆さん本当頑張ってください、頑張ってください、さあそしてその U12 の選手のコメント、はい、いいね、はい、大会あるんでしょ、そうなんですよ、うん、U12 は全日本 U12 選手権大会の石川県大会の準々決勝に駒を進めていまして、うん、はいはい、10月30日日曜日に内灘町サッカー場で開催されます、うん、こちら全国大会出場を目指しているということで頑張ってください、はい、もうこの大会の決勝戦が11月3日木曜日祝日ですよね、はい、まあ、そこまでちょっと言っても過密になると思いますけれどもね、うん、もう怪我せず頑張ってくださいね、はいはい、さあそれでは他の年代に関してもお伝えしておきましょうか、はい、まずは U18 からいきましょう、はい、リーグ戦は終了しました、うん、そしてプレミア参入プレーオフ進出が決定していまして、うんうん、12月9日金曜日と11日日曜日に広島県で開催されます、はい、18チームを6つのブロックに分けて勝ち抜き戦を行い、うん、各ブロック1チームの勝者を決めます、うんうん、そして各ブロックの勝者の6チームが来季のプレミア参入の権利が与えられるということです。なるほどね、ここからが正念場ということなので応援しています、うん、はいはい、だから3つのチームが6つに分かれるわけです、うん、はい、それの1位だけっていうことですもんね、うん、いやぜひとも頑張っていただきたいですけど、はいはい、これ今って今年っていうのはどうなんですかね、うん、こういうあのアカデミーの大会の応援っていうのはまだやっぱり親御さんだけとかになってんのかな、うん、一般の方っていうのはまだあまりそういうのも無理なのかな、大会によります、ね、大会によるということですか、ですね、じゃあまたあのそういうね、はい、あの石川県とか、うん、まあ、近県であるのでこれはいけるよっていうのも、うん、できる限りこの番組でもちょっと伝えていくようにしますん で、 です、ね、はい、また皆さん注目してください、はい、さあそして U14 ですか、はい、今度は U14 は星稜中学とリーグ戦の最終戦を戦い1対0で勝利しました、はい、あ、お疲れ様でした、皆さんお疲れ様でした。さあそれでは U13 いきましょう、はい、U13 はリーグ戦 AC 長野パルセイロと対戦してこちらも1対0で勝利しました、はい、次節は、はい、10月29日土曜日、明日ですね、松本山雅と対戦、そして30日日曜日はアルビレックス新潟とシーズン最終戦を戦います。こちらも応援しています、頑張ってください。2日連続ですか、ここはね、はい、うん、さあ頑張っていただきたいと思います。頑張ってください、まあ、こう最終節って聞くと本当にシーズンが終わってくるなっていう感じが通常されてますね、うん、はい、そうですね、はい、はい、まあ、各年代の結果と予定をお届けしました。もうどの年代も頑張ってますよ、うん、プレミア昇格、全国大会出場とか、うん、ね、まあちょっと目標があるっていうのはやっぱりいいですよね。12月にね、U18 はね、うん、プレミアの昇格かけた戦いがちょっと期間が空くわけですけども、はい、それまでやるべきことは決まってますからね、はい、とにかく頑張っていただきましょう、うん、さあそれでは今日も最後にいきますよ、挑戦の目利きのお知らせです。はい、津江県金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは引き続き皆様からのご支援を受け付けています、うん、個人会員様は一口3,000円、法人会員様は一口1万円です。ご支援のほどよろしくお願いします。はい、お願いします。このコーナーではアカデミー情報、スクール情報随時お伝えしておりますんでね、はい、ぜひとも皆さんもねご協力お願いします。そして選手への熱いメッセージ、うん、応援もお忘れなく。以上、ツレゲンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。さあじゃあインフォメーションいっちゃいましょうか。はい、ではまず一つ目です、うん、来週11月4日金曜日に2022シーズン報告会を開催します。もうそういうシーズンですもんね。そうですね、はい、うん、本日の18時からですね、ファンクラブ会員の方を対象に先着順で参加チケットを今販売しております。はいはいはい、先着順なんですね。うん、もうどのぐらい行ってるの？もうなんか200人なんですけど、200人、入れるわけですか？入れるんですけど、はいはい、もう100人超えてる？100人はもう行っちゃってるんですよ。もう半分超えてる。今日で。そうなんですよ。お急ぎください皆さん。先着順ということなんですね。11月4日金曜日です。はい、来週です。まあ、選手監督が最後の挨拶をさせていただく場となっておりますんでね、うん、はい、ぜひとも皆さんご参加ください。はい、こちら、そして選考期間終了時点でお席にご余裕がある場合は一般の方にもご案内
内させていただきますということです。さあファンクラブの方のチケットの購入方法なんですけれども、メールかファンクラブマイページこちらの方をご確認ください。はい、そして詳細についてはゼーゲン金沢ホームページに掲載してありますので、皆さんのご来場お待ちしています。お待ちしております。あの去年はね、あの隣の部屋で、あの僕がこの番組を ね、一緒に ね、 や、 ねやって、その横で素晴らしい司会者がね、いやもうめちゃめちゃ懐かしいな、なんかもうあれ去年の話ですよ。めちゃくちゃ緊張しました。あれそういえば、でも僕そっちの模様を知らないんですけど、着席やったんですね。着席で、こうなんかちょっとこう凛とした雰囲気で、ピシッとしたもん、ね、凛とした、凛とした、ピシッとした雰囲気やったんで、それを凛太と、はい、あ凛太と緊張しました。あそういえば、じゃ僕はそこで、はい、あの同じような感じになるわけですね、着席で。あ今年は、今年は撮影やつですね。はい、今年は今ハイダさんがなんか踊ってません。何の踊りやこれ。今年はもう、はい、立ちで。なるほどなるほど、はい、さあ行きたいなという方はお急ぎください。はい、行きたいですね。はい、さあそれでは続きましていきますよ。はい、そしてインフォメーション2つ目です。本日18時から広井選手のメモリアルグッズの受付が始まりました。メモリアルグッズ、めっちゃかっこいい。いいじゃないですか。こちらメモリアルユニフォーム、そして T シャツが黒いやつかな、そしてフェイスタオル、クッションと豪華なラインナップになっています。ゴールドでユニフォームもあるということですね。なんかユニフォーム数に限りがあるそうですよ。これはちょっと早くせんとダメですね。そうですね、こちら10月中にご注文いただいた方にはポストシーズンマッチまでにお届けが可能ということです。ぜひお早めにお買い求めください。だって16年の現役生活でしたよね。はい、その半分が津営元金沢、ね、ということですから、まあ、これは我々本当にありがとうの気持ちを込めてしまいます。はい、毎月27日をヒロの日とかなんかしたいですよね。これね、何かしたいね。祝日にしましょう。祝日にさあ メモリアルグッズぜひとも皆さんご検討ください。はい、さあエンディングに行く前にじゃあちょっともう一度、天の声さん呼んでみましょうか。天の声さん、はい、さあ動きはありましたか。スパチャをいただいております。SU さん、リアタイで時間ないので後で見ます、来年も楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあその他には、はい、さっきのシーズン報告会の話なんですけど、もうすでに行きますとコメントしてくださってる方、ありがとうございます。何人か、ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、お待ちしております。なんかたい平さん、来シーズンももちろんスタジアム DJ ですよねっていう、なんかちょっとこうハテナマークで来てますけど。来てますね。ね。ですよね。これはどうなんですかね。ですよね。ですよね。ですよね。もうなんか僕はやるつもり。はい、それはそう、それはもう。暗黙の了解みたいな。それはそうです。これ言うとくけど、ここは話さんよ本当に。でも本当ここはもうここが動く限り、ここが動く限りは僕は絶対やるよ。はい、ね、お願いします。それはもうお願いしたいです。スタジアムのあの階段上まで上がるのがしんどいな、無理やなって思ったら、ここが動いたらそこだけで仕事できます。それはもう辻尾さんにおんぶしてもらおうよ、中で。もちろんこれはもうやらせていただきますけれどもね、また来季も盛り上げていきたいと思います。はい、さあまた動きありましたよ。はい、KM さんが今日2回目のスパチャですね。今週も星野ピンのご期待にお応えしてオイスパチャしときますね。報告会ドレスコードとかありますか。いい質問ですね。ドレスコードないです。ないですよね。だって司会者が半端ですよ。何のドレスコードですか。まあそうですね。まあでもみんなユニフォームとか、ユニフォームとか、ユニフォームで来る方多いですし、デニムで来る方もおられますしね。まあ半端もいますし、はい、まあ推し選手のユニフォーム着てたら、多分サインとかしてもらいやすいから、そうか、それいいと思います。なんか持ってたら、はい、これぜひとも皆さん参考にしていただきたいと思います。さあということで、ちょっと今日もうるっと来ちゃいましたね。はい、そうですね。はい、行きたかったよね。めちゃくちゃ行きたかったです。まあでも仕方ねえな、はい、もう北陸アイドル部は人気者ですから、あさっての金沢マラソンなんかもね。そうなんですよ。はい、
インフォメーションしておいた方がいいんじゃないですか。いいですか、うん、あさって金沢マラソンなんですけども、うん、まあ、スタート地点に最初ゆかりさんがいて、そのままね、うん、あのゆかり姫、キャプテンゆかり姫、はいはい、中継とかね、MR 方さん、うん、MRO さんの方でするんですけども、北陸アイドル部みんな全員揃って、うん、午後2時15分から2時35分の20分間なんですけども、うんうん、あのゴール地点で私たちパフォーマンスさせていただくので、あら、はい、ぜひゴールでね、はい、あの走られる方はそこでお待ちしてます、ね、もうみんなバテバテで来てるからね、はい、もう結構あのゆるゆるでやってあげてね、はい、あんまりガッツリやるとゆるもうしんどい、でそれ走るん違ったっけ。僕走りますよ、もうなんか腕にほらかっこいい走る証をもうほら走ります。あとね、僕あのこれあの橋本聖文のさんのからあの目標タイムをかけてもらってちょっと書いたので、ちょっと皆さんちょっとそれ前に今すぐチャット打てる方、はい、辻尾さんどのくらいで走ると思います。すぐ反応してください。これはもあくまで目標です ですから 42.195キロ、42.195キロ辻尾さんがあさっての金沢マラソンスタートします、はい、通常4時間を切るっていうのは大変なことです、はい、そうです、まあ、言ったら時速10キロ以上で走らないと、10キロ切っちゃうと4時間絶対こぼれちゃうんで、だから10キロってなかなかの難しいもんなんですけど、うん、難しいかな、これ今すぐに皆さんからちょっとこうチャット、はい、まあ、何時間、はい、何分くらいか。じゃあ辻尾さん、あくまで目標なんで、目標はここにも設定しました。3時間半、はっ、いや、ちょっとね厳しいタイムなんですけど、僕練習しててここは厳しいなっていうタイムなんですけど、やっぱ目標は高くというところで、右サイドちょっと前をこと、あ、そうですね、右サイドからガンガン駆け上がるぜ右ばっかり走るんですかなるべく右に、沿道の右、沿道の右に行きます。じゃあ、はい、であの伊達天って書いてますけども、はい、ダッシュしたらバテますからね。ダッシュはもう釣りますね多分、はい、はい、であの僕辻尾さんのツイッター見てて、はい、あの2015年シーズンのユニフォームで、あ、そうです、はい、うんうんうん、そうしようかなと思って。あ、じゃあ見つけやすい、それで見つけてください。はい、15番ですよ皆さん。これちょっと達成したらもうちょっとみんなお祝いしてください。いや、もちろんですよ、はい、お祝い何がいいですかこれ言うといた方が絶対いいですよ。ビールですかね。ああ、値上がりしましたしね。値上がりしたんでもう、はい、お祝いはビール、はい、これねはっきり言うてた方がいいんですよ、はい、もうビールでも銘柄もちろんキリンですけどね、キリンさん一番搾りでも、これがっていうのを言うた方が、はい、例えばあの、うん、アイドルとかってさ、はい、物もらうときにオブラートに物を包みすぎなんですよ、まあまあ、はいはい、何が欲しいですかとか言われたときにはっきり言うといた方がいい。何が欲しいですかって今練習しとこう、うん、何が欲しい、え、アップルウォッチめちゃめちゃリアルな問題でした。あのねこれそういうものは、じゃあっていうので皆さんがアップルウォッチ20個持ってきたらどうするの全部こう10個10個して、はい、本田圭佑かける10みたいな感じになるダメダメ、そうなんか、あ、そうですね、1個だけってもダメです、ね、あ、さあ、あ、はい、来てるね、はい、さあ今、はい、天の声さん一気にババババババッと来ましたよ。お、めっちゃ来てますね。めっちゃ来てる。ちょっと紹介して。時間がいっぱい来てる。2時間でしょう。オリンピックで優勝しちゃう。辻尾さんと一緒で3時間30分もありますね。本当の4時間とか4時間20分。なるほど。実際4時間切るのは結構しんどいんですよね。4時間も本当にきついです最初は。で僕は辻尾さん4時間絶対切ってくると思う。そこはとりあえずクリアしたい。うん、僕なんだかんだで3時間40分ぐらいで来ると思う。あと10分足りないです。あ、10分やばい。10分足りない。ビールもらえないです。そのなんかこう、はい、そこを目標にするの今後。あ、そう、あ、そういうことですね。はいはいはい。目標って夢ってなんか叶えてしまうと終わっちゃうんで。あ、そうですね。ちょっと手が届かんぐらいのところがいいんですよ。また走らなあかんですね。そうしたら来年もね。どのが来てます？はい、頑張ります。その他、はい、あ、スパチャがあります。あ、スパチャ。パチガラスさん、飲み会中で見られないので後で見ますね。うん、皆様お疲れ様でした。225バーにて、あー、いいパス、ありがとうございます。春馬もありがとうございます。ありがとうございます。225バーさん行きたいな俺も、はい、さあということでね、週末は皆さんね、はい、応援される方はもちろんいいんですけども、どうかお出かけの方はね、うん、規制がかかりますから、そうですね、気をつけた方がいいですよね、はい、その部分だけはちゃんとご確認していただきたいと思います、はい、僕は明日から珠洲に行きます。この渋滞避けるところですか。いや、ちょっとある方から、はい、ミニライブをちょっと明日のようにお仕事で、はい、いいですね、珠洲でやっていこうかなと。おー、いいですね。また来たかな。お、天の声さん、うん、はい、スパチャいただきました、はい、マーセルさん、うん、
辻尾さんのお子さん手作りのヒロイキャプテン推しのゲーフラもう一度見たかったですとコメントをいただいてます。 あれめちゃくちゃ可愛いですよね。あのヒロさんのこと大好きで、うん、あの自分で書いてゲーフラあげてたんですけど、うん、ヒロさんもめっちゃ喜んでたので、確かにそれは寂しいですね。あーそっかー、はい、あげたらいいじゃないですか。そうですね、あこれからもね、これからもあげたらいいじゃないですか。確かにそれもいいですね、はい、ヒロさんの魂がここにあると、ね、あのーはい、上から見てたら過去のユニフォームで違う懐かしい方の背番号の名前とかっていう方もおられますし、はい、ぜひとも、まあ、それはいいずっと取っといてあげて、はいはい、そうですね、もっと何十いくつに何十になってもそれは取っといてほしい、いいですね、はい、もう最終的にはヒロ君の棺桶の中にこれそういうことですね、もう、はい、まあ、最終的ですよ、最終もう最後の最後、もう最後はもう、はい、もう十年先に、はいはいはい、まあ、そういうふうなね、いいなあ。あやっぱりちょっとあの引退するときってもちろん寂しさはあるけども、はい、現役のね、はい、あのプロサッカー選手と手ですけども、はい、なんかこう第二の人生がスタートするっていう部分ではちょっと何やっても成功すると思うんで、はい、思います。楽しみです。楽しみです。さあということで来週はお休みですよ。11月4日は報告会がありますので、はい、じゃあ次ですね。再来週にまた皆さんお会いしましょう。はい、今日はここまでです。さよなら。さよなら。さよなら。また戻るかもよ。何かあったら。